ユミシュミレッスン TV オンライン特別企画ご質問をいただきました。10月の12個目となります。ユミシュミレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートギャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。先日このようなご質問をいただきました。黒のマテリアルにですね、光沢を持たせたい、光らせたいということですね。黒っていうところがポイントになるんですが、マテリアルの一般的なプロパティであれば鏡の反射で光沢を設定することができますので、黒であろうと光沢を持たせることができます。黒の革張りの椅子ってとこですかね。そういった感じで見せることも当然できます。でマテリアル自体もですね、バージョンがアップすることに増えてまいりました。ですのでご自身の表現されたいもので、またもっと細かくしたい場合にはですね、3DS Max だったり、スインモーション、あとはエンスケープとですね、他のソフトで光沢を設定するということも今であれば容易にできることではないかと思われます。ユミシュミレッスン TV オンラインのお問い合わせフォームからお問い合わせいただくと、お悩みですね、Zoom または LINE でお伺いしますというキャンペーンをやっています。もしよろしければご活用くださいませ。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。